今回はコメントでリクエストをいただきましたサロンのお客様に施術をしたビキニネイルご紹介していきます。それではまずカラーを作っていくんですけれども、ビキニなので爪全体にですね、女の人のこのビキニ姿をやっていきますので、まずは肌色を作っていきます。もともとあるプリジェルのビスケットベージュというカラー、これはすごく肌に似ているカラーなんですけれども、これをベースに作っていきます。ただこれだけではですね、ちょっと濃いので、ここに白を足して色白にしていきます。これだけでもすごく色白の肌ですごくいい感じの色なんですけれども、さらにですね、このベトロの73番、このちょっと赤茶みたいなカラーなんですけれども、このカラーをですね少し足していただくといい感じの肌色になってきます。これほんの少しで変わってくるので、ちょっとでこう加減してみてくださいね。いい気がします。はい、じゃあこのカラーをベースにですね使ってやっていきます。では早速やっていくんですけれども、薬指に女の人の体を表現していきます。で、胸をですね大きくこの辺りにこう表現していくんですけれども、それをミクスチャーを使って立体感を出していきます。ネイルダンスのアイスクリアのクリアを使っていきます。通常の大きいお花とかをですね作っていく時の、できるだけこう本当に大きい玉をですね取っていくといいんですけれども、やっぱり大きい胸の方が可愛いので大きくですね作っていきます。で、筆にたっぷりですねリキッド染み込ませていただいて、大きい玉を取っていきます。ちょっとバランス見ますね。これくらいで良さそうなので、今みたいな大きさのものをもう一度作っていきます。後から足していくこともできるので、最初は小さめに作っていただいてもいいです。まず肩胸です。真ん中より少し上、そして最初右端でも左端でもどっちでもいいんですけれども、こんな風にもうボンとこんな感じですね。で、同じように反対の胸も作っていきます。お客様と一緒に作っていった時は、もう少し大きく、もう少し大きくという風に言われるので、最終的に大きな胸になったんですけれども、大きい方が爪の上では可愛いですよね。はい、こんな風に作っていくんですけれども、両方ですね、チェックしてもらって、あ、ちょっとこっちの胸足りないなっていう風であれば、少しこんな風に足していただければ大丈夫です。まだミクスチャーが固まる前だったら、リキッドたっぷりめでやってもらえば、ジュワーンといい感じに馴染んでくれるので、こんな風に両胸を作っていきます。もう本当にベースを塗った状態で、まずは胸の膨らみをミクスチャーでつけるという感じです。で、これが固まるのを待ちます。はい、こんな感じにカチカチに固まったら、ここからカラーを塗っていきます。先ほど作ったこの肌色のカラーですね、これをもう爪全体にこの胸ごとですね塗っていきます。通常通りフラット筆を使って塗っていってください。もうまずは通常通りですね、このちょっと膨らみが邪魔なんですけれども、もうこんな風には全体的に行き渡るような感じで、まずは全体に塗っていきます。で、どうしてもこの膨らみがある分、こういう横のところとかですね、通常のベタ塗りをする時よりですね塗りにくいので、こういうところは丁寧にですね、細筆とかでやっていただいてもいいんですけれども、こんな風にも丁寧に塗ってあげてください。はい、こんな風に塗ってもらったら、当然この膨らみがあるところですね、カラージェルがこんな風にいっぱい溝のところに入り込んでいるので、これをちょっと散らしていきます。もう軽くでいいです。ちょっと固まりすぎているところをですね散らすような感じ でもちろんこういう風に散らしていくと、どうしても膨らみを出したところとかがですね、こんな風にクリアが出てくるんですけれども、2回かぶせていくので大丈夫です。まずこの周りのところですね、埋まりすぎているところを整えていきます。ビキニが乗らないところですねをしっかりとこうムラがないようにしていく感じです。こんな感じで一旦硬化していきます。はい、じゃあもう一度しっかりとこの薄くなっているところですね足していきます。こんな感じでもう一度硬化します。はい、こんな感じで硬化したら、一度未硬化ジェル拭き取ってあげてください。アートをしていくときは未硬化ジェルやっぱ拭き取っていただいた方がしっかりとですねラインとかが乗るので、
拭き取ってあげてください。ではこのオニライナーの黒を使ってビキニを描いていきます。ちょっとセクシーな感じにしていきたいので、紐のところとかですね、細くしていきますので、できるだけちょっと固めのアート用のジェル使ってもらうといいです。で使っていく筆はこの細筆です。もう地道にですね、ビキニを描いていくんですが、ちょっと紐のところは後で出していくので、この辺から。お客様が黒のビキニが好きだからといって黒のビキニになったんですが、ビキニがはっきりするので可愛いですよね。ここの部分をちょっとこうこっちにこうカーブしつつ、あとはこの膨らみを強調するように、こっちには丸、まあ、S 字みたいな感じでですね、ビキニライン取ってもらうと膨らみを強調できます。胸が水着からはみ出すぐらいの方がセクシーで可愛いよねなんて言いながら、このビキニの色を塗っていったんですけれども、胸全体をこうしっかりと覆っていくのではなく、若干ですねはみ出るぐらいの感じで塗ってあげるといいかもしれません、まず片方こんな感じですね。これと同じように反対側も描いていきます。最初はビキニを少し小さめに描いていただいて、だんだんとこう徐々にですね、こうビキニを大きくしていくというような感覚で塗っていただくといいです。はい、こんな風に描いてもらったら、続けてビキニのこの紐の線をですねつなげていきます。細い方がセクシーなので、できるだけ細めに描いてもらうといいです。こんな感じですね。で続けてこの真ん中のところですね、つなげていきます。こんな感じです。じゃあこれで一度硬化していきます。はい、こんな感じにできたら、もうあとはですねパンツの部分ですねを作っていきます。でこれできるだけこのね、女性って胸の位置とおへそまでの位置が長い方がやっぱり綺麗に見えるので、あまりこうこの辺から持っていっちゃうとちょっとデカパンツみたいな風になっちゃうので、ちょっと下の方でですね持っていくとかっこいいです。大体の位置でこんな風に引っ張ってもらって、ちょっとバランス見ていきます。であとは爪先にかけて縫っていきます。これハイレグにするどうするというふうに悩んだんですけれども、ハイレグにするんであればもう少し爪の長さがあった方がいいよねなんて言いながら普通の形にしたんですけれども、はい、じゃあこれで一度硬化します。はい、こんな感じです。でせっかくなので私のお客様はブランドの水着にしたいということで、ブランドのロゴをですねパンツのところに書いていったんですけれども、今回はですねせっかくなのでちょっと勝手に私のブランドを作ってみたいと思います。はい、こんな風に勝手に7と作ってしまいました。これ何でもいいと思うんですけれども、なんかストライプのラインだったりとかのドットとか、水着の色もですね黒じゃなくていろんなカラーで楽しんでいただくといいと思います。じゃあこれで硬化します。そしてあとはちょっとおへそをですね少し入れてあげたいので、おへそちょっとこの焦げ茶だけだと濃いので、焦げ茶と白をですねちょっと混ぜていきます。おへそのくぼみや影といったものは焦げ茶を使っていくといいです。もうこれは普通におへそをですねできるだけこのビキニの辺に揃える感じで、ちょんとこんな感じでいいと思います。これあまりおへそ大きすぎるとデベソみたいな感じになっちゃうので気をつけてください。そして最後にですね、ちょっとアクセントに首元にスタッツを入れてネックレス作っていきます。いつも通りクリアジェルをのり代わりにしていくので、ネックレスこの辺りに入れていくので、その辺りにですねクリアジェル塗ってもらって、丁寧にスタッツを置いていくんですが、女性の方なんであまりちょっとでかすぎるとちょっとごつくイメージがなっちゃうので、小さめのスタッツ使ってもらうといいです。これもちろんチェーンとかあとストーンとかにしてもらってもいいんですけども、ただやっぱりこの爪の上にね人の体を表現して、ただ単にネックレスをね爪の上に作っていくだけだったらストーンとかでもいいんですけど、なかなかここまで小さいストーンってないので、やっぱスタッツがベストかなと思います。はい、こんな感じで硬化します。これだけですごく可愛いですよね。本当に胸の膨らみがあるだけでもう本当にリアルな感じでとっても可愛いです。ではこれで最後ですね、
色ジェルのグロッシートップジェルで最後仕上げていきます。通常はクリストリオのトップジェルとかを使って、通常のデザインですねやっていくんですけれども、これだとやっぱりせっかくの立体がですね半減してしまうので、薄付きのツヤ出し感覚で使っていくノンワイプトップジェルを使ってもらうといいです。これでしっかりコーティングできるので問題ないです。まずはもうカラージェル塗るときと同じようにですね、通常通り塗ってもらって、膨らみのところに固まるので、それをちょっとはけるようなイメージで塗っていくといいです。この時しっかりスタッツ埋めてあげてください。もう今回はですね光のラインとかは正直全く関係ないので、この膨らみのところとかからですね垂れないように気をつけて塗ってください。コーティングをするとツヤが出て若々しくなりますよね。はい、こんな感じで硬化してきます。はい、こんな感じで完成です。最後オイル塗ってきます。こんな感じでバッチリです。今回リクエストがあったのでビキニネイルですねご紹介させていただいたんですけれども、本当に胸の膨らみをミクスチャーでつけてカラーを塗ってビキニを描いてという、意外と簡単にですね立体アウト楽しんでいきますので、ぜひやってみてください。でこのビキニのカラーもですね、今回は黒でご紹介したんですけれども、いろいろとビキニのカラーを変えたりとか模様をですね変えてもらったりとかして楽しんでいけますので、ぜひぜひこれから夏に向けてやってみてください。ちなみに私のお客様、もう10年来の付き合いの方なんですけれども、昔からハマると何度もやるという癖がありまして、実はもうこのデザイン5回ほどやっているんですけれども、最近はブルーのビキニなんです。ビキニの色を変えるだけですごく新鮮になりますので、いろんなカラーで試してみてください。そして今回使った道具はこんな感じです。カラージェル、そしてアート用のジェル、このアート用の鬼ライナーは3色ですねあるとすごく便利です。そしてミクスチャーと、あとはスタッツです。ぜひ一度簡単立体アートやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。4月から保育所に通い出したちび息子、先生方みんなちび息子のことを可愛がってくださるんですが、ちび息子は私にとって4人目の子供なんですけれども、そしてなんといっても待望の初めての男の子ということもあって、私も年を取ったせいか本当に可愛くて可愛くて仕方ないんです。なので保育所のブログもいつも釘付けなぐらい見ているんですけれども、最近はこういった動画までいただけて、どんな感じで園で過ごしているのかが気になっていたのですごく嬉しかったです。こんな風にいっぱい写真や動画を撮ってくださって本当に感謝です。これからもいろんな写真や動画楽しみにしていきたいです。以上、我が家のちょっとした出来事でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。